名田駅ホーム2011年1月27日、名田駅は兵庫県神戸市名田区岩屋北町7丁目にある西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA60、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。1942年、名田駅で出生する教師を見送る神戸一中の生徒たち。島式ホーム2面4線を持つ、 地上駅である。有効庁は8両編成分。かつて地上駅舎であったが、2009年9月23日に、橋上駅舎化された。改札は1箇所となっている。アーバンネットワークエリアに属しており、ICOCA お及び定型 IC カードが利用可能な駅である。直営駅。列車の運行障害時に折り返し運転が行えるように、駅構内に、 列車折り返し設備が新設されることが発表され、当駅3の宮方に内側上り線から下り線、下り線から上り線への渡り線2本が新設され、2012年3月19日より運用が開始された。ただし、定期運用は毎日早朝の西明石駅当駅、神戸駅間の回送列車1本のみである。それまでは分岐器や絶対信号機を持たない。 停留所であったが、下り2から4番線は、出発信号機に、また上り当たり駅手前は、場内信号機に置き換えられ、連動駅となった。ただし、上り1.2番線は従来通り、出発信号機ではなく隣のマヤ駅構内の、場内信号機である。また、2021年の春からは、IC カードのみ、使用可能の改札が増えており、 両端の改札が切符と IC カードの両方使用できる。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。新駅舎の完成予想図旧駅舎は大変古かったため、エレベーターや多目的トイレなどのバリアフリー設備が設置されていなかった。しかし、近年ハト、神戸など地域人口が増加していることもあり、住民の署名活動を経て、 駅舎の改築工事が行われることになった。工事に際し、地域住民からは、第二次世界大戦、阪神、淡路大震災を乗り越えた、旧駅舎は、貴重で、歴史的価値があるため保存すべきとの声が上がっていたが、駅施設を充実させるためには、大掛かりな改築工事が必要と判断され、工事開始とともに全て取り壊され、仮駅舎で営業が行われた。なお、 新駅舎の北壁面デザインは、旧駅舎のモチーフが取り入れられ、正面部分の外観のスケールもほぼ、踏襲されているなど、当時の面影を残している。また、内部は、天井が高く開放的なものとなっている。新駅舎は、京城駅舎下により改札は一箇所に集約され、24時間南北、往来可能な自由通路が併設された。改札外には、 南北一箇所ずつエレベーターを設置、改札内には各ホームを結ぶエレベーターとエスカレーター、男女別の多目的トイレが新設され、バリアフリー対応となっている。自動改札機と自動生産機は新型のものに置き換えられたが、液晶画面型の発射表と緑の券売機は旧駅舎の南改札にあったものが、券売機は南北の改札のものがそれぞれ流用された。 工事は2期に分けて行われた。第1期工事は2009年秋に完了し、改札を含む新駅舎の使用開始と同時に、仮駅舎と古戦橋の使用が終了された。自由通路は2009年9月22日正午から、改札内施設は9月23日始発から、一部の飲食店舗は10月26日から使用が開始された。第2期工事は、 仮駅舎と古典橋の撤去及びホーム屋根などの改良、物販店舗や自由通路の一部などで、コンビニエンスストア、飲食店舗、クリーニング店、銀行 ATM などが2010年12月20日に、自由通路東側の階段、エスカレーターが2011年3月26日に、使用を開始した。南側の西に、JR 長駅ビルが完成し、1階に、 ドラッグストアのほか、2階から4階は、委員などが入る。また今まで南側になかったエスカレーターが設置された。2019年度の1日平均乗車人員は2万677人で、ある。マヤ駅完成の前年は、JR 西日本の駅で、第39位であったが、開業に伴い一定数転移したものとみられる。近年の1日平均乗車人員は、 下表の通りである。南側の阪神本線岩屋駅からは直線距離で約200メートル、北側の阪急神戸線王子公園駅からは約600メートルある。ありがとうございます。